はい、皆様こんにちは。今日から6回、今日入れてですね、毎月6回、人とどう向き合うかの講座を担当いたします森川でございます。よろしくお願いいたします。私も今日初めてこのオープンラーニングセンターというところで参りました。ぜひね、Zoom なんかでご覧の方、あんまり遠くの方はあれですけど、出てきていただけたらなというふうに思います。これからだんだん、対面の方が増えてくることを期待しながら講座を進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、人と関わる関わらないという副タイトルを今回付けさせていただきました。今日はまあその話に触れることはないと思います。で、今日お話ししたいこと、一番中心にありますのは、自己需要、つまり自分を受け入れるということを中心に、できるだけそこへお話を持っていきたいと思っております。それで、今はまあ収束の方向へ向かっているとは言いながら、新型コロナが長い間続いてまいりましたので、このコロナの話から始めさせていただこうかなというふうに思っているわけでございます。